イタリア国鉄の980.02号機の SLM 公式写真1912年980の組み立て図1913年980の SLM カタログ1912年イタリア国鉄980蒸気機関車はイタリアのイタリア国鉄で使用された山岳鉄道用ラック式蒸気機関車である イタリア北部のチェイチナからボルテラチッタに至っていた 1435mm 期間のチェイチナ・ボルテッタ線はチェイチナ・ボルテッタ・サリーネ・ポマランチェ間は全線。粘着式で1863年10月20日に開業していたが、ボルテラ大聖堂やメディチ要塞があるボルテッタの市街地は標高約 500m の丘の上に位置していたため、 同線は当初丘のふもとのボルテッラ・サリーネ・ポマランチェを終着駅としており、その後市街地まで同線の延長が計画されて1909年に建設工事が開始され、1912年9月15日に開業している。この区間は標高72メートルのボルテッラ・サリーネ・ポマランチェから標高468メートルのボルテッラ・チッタ間まで登るため、 イタリア国鉄としては初めてラック式の路線として建設されている。この路線のラック区間は最急勾配を100パーミルとし、ラックレール方式は単純なラックレール1枚のシュトループ式としており、この区間で使用する蒸気機関車として、スイスの SLM から導入したビンタートゥール式と呼ばれるラック式駆動装置を装備した車両が本校で記述する980である。 粘着動輪とラックレール用ピニオンの双方を駆動するラック式鉄道車両では動輪のタイヤの摩耗等による動輪系の変化に伴って動輪とピニオンの収束に差が出るため1900年代以降は粘着動輪とラックレール用ピニオンを別個に駆動するために4シリンダ式としてシリンダー及び便装置2式を装備するものがほとんどとなっておりその方式としてビンタートゥール式 アプト式、ベイヤー、ピーコック式、クローゼ式ほか名称のないものも含めいくつかのものが存在していた。本形式で採用されたビンタートゥール式は、考案した SLM の所在地の名を取った方式で、ラック式駆動装置用のシリンダを粘着式用の上部に配置して、大枠上部に装備された中間軸を駆動し、そこから一眼原則で大枠に装備された。 駆動用のピニオンを駆動する方式で、スイスのアッペンツェル機動会社に1904年及び1909年に導入された SLM 製の HG2、4型や同じく、スイス国鉄ブリューニック1 0に1905年から1926年にかけて導入された、同じく SLM 製の HG3、3型で実績のあるものであった。イタリア国鉄が導入した本形式は、 スイス国鉄の HG3、3型を拡大した設計となっており、道輪、ピニオン配置や駆動機構などのほか、外観なども類似のものであり、1908年に4両、1913年に8両が、いずれも SLM で製造され、当初は全車がピサキ管区に配置されている。その後1915年には、イタリア南部のパオラとコゼンツァの間を結ぶ、 同じく 1435mm 基間、最急勾配75パーミルのパオラコゼンツァ、専用として8両がコゼンツァ間区に転属となっている。同線は1915年に開業した 1435mm 期間 35km の路線であり、途中3区間、計 11.6km にわたり、最急勾配75パーミルのラック式となっており、 本形式と共に1922年には同形式として製造所をアンサルドに変更し、加熱蒸気式とした981、ラック式蒸気機関車8両が増備されて、旅客列車、貨物列車を牽引している。本形式の改良増備系である、イタリア国鉄の981及び、イタリア国内のビンタートゥール式のラック式蒸気機関車は以下の通りとなっている。 ありがとうございます。